ちゃん、うっとうほんです。今回も本地のベトナム講座やっていきたいと思います。イエーイ。はい、このチャンネルは普段旅系の動画を出しています。だけど、旅ばっかりやったらやっぱしんどいやんか。旅と旅の箸休め動画でベトナム講座やっております。はい、そんな感じでベトナムもちょっと前から旅行行きやすくなってんねん。知ってた？やしな、今回はもうついにこの企画ですかって感じなんやけど、旅行で使えるベトナム語、イエーイ。はい、そんな感じでね、シチュエーション別にちょっと何個か絶対これ使うぞっていうやつを教えたいと思います。ただ、まあ、大体ベトナムの人って英語わかるんや。特にもうあの旅行とか観光地とかなってきたらわかんねんけど、まだ一本道ずれた瞬間英語通じません。よし、覚えとくと便利よっていうのを教えていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ではまずベトナム着きました。空港に着くやんか。で、空港に着いたら大体の人がタクシーに乗ると思うねんか。バスってそれこそほんまに文字も読めへんと無理やから、タクシーの方がいいと思います。タクシー乗った時にここに行ってください、ここに行ってくださいはトイムンディダイって言います。 D が行く、ダイがここ、トイムンが私してほしいになります。やし、指差しで地図とかでもいいし、その観光地の写真とかあったらそこ指差しながら言ってください。ではリピートアフターミー、トイムンディダイ、トイムンディダイ。はい、でタクシーに乗りました。タクシーから降りるとき、ここでええやろって言って止めはると思うねんけど、ここで大丈夫です、ここで OK ですっていうときはドゥロイオーダイって言います。オーダイがここ、ドゥロイはもういい的なこと。リピートアフターミー、ドゥロイオーダイ、ドゥロイオーダイ。はい、ホテル着いたら、こんにちは、トーホンです、予約してますって言うやんか。あとあのすいませんとかでもいいけど、声かけるときすいませんって言いたかったらシンロイって声かけます。こんにちはと声かけたかったらシンチャオでもいいし、チャオでもいいって感じで声かけます。あ、見てる人がたけしおる、たけしでちょっと言うとこな、たけしっていう名前やったらトイトンラたけしって言います。トイトンっていうのが私の名前、ラはわ、たけしは名前やんか。リピートアフターミー、チャオトイトンラたけし、チャウトイトンラタケシで予約してますって言わなきゃやんか。予約してるよっていうのはトイダーダッチョ、リビダフタミ、トイダーダッチョ、トイダーダッチョ。はい、そんな感じでホテルに入りました。イエーイ。でホテル着いたらもう絶対お腹減ってん、飛行機でさもう何も食べてへんくてさ、だから絶対レストランに行くと思うねんか。だからレストランに行きます。で店員さん呼ぶとき、店員さん呼ぶときもしんろいって言ってすいませんって言って呼ぶのもいいんやけど、だいたいお店の人呼ぶときはお兄さんお姉さんって言ってみんな呼びはんねやんか。自分より年上そうな人とかやったらちーって言うね。でちおいって言うね。おいは呼ぶときのおいね、そう、多いって呼ばはんねん。で、自分より年上そうな男の人、男の人やったらあんって言います。だからあんおいって言って呼んだりします。で、自分より年下そうな人は男でも女でもえん、だからえんおいって言って呼びます。はい、でレストランについて、まあ、注文するとき写真があったりとか、あの人が食べてるものとかで判断したりする。人が食べてるものを判断するのだいぶキモいけど、そんな感じで指差しで注文していくのがいいと思います。その時のワードはちょっといもっかいない。あれ難しかったですね。もは前のあれでもやりましたね、数字編でやりましたね。1ってことです。ちょうどいっていうのは、といっていうのは私で、ちょうは欲しい、私にください。で、買えないっていうのがこれっていう意味になります。買えないって言ってください。はい、リピートアフターミー、ちょうどいもっかいない、ちょっといもっかいない。で、レストランとかに行くとやっぱもう絶対トイレ行きたいやんか。トイレ行きたい時に言葉通じひんけどさ、トイレどこかわからんかったらマジで焦るやろ。だからこれは絶対教えておきます。トイレどこですかっていうのはベトナム語でニャベシン、オーダウ。ニャベシンっていうのがトイレで、オーダウっていうのがどこっていうことになる。で、さっきタクシーの時のオーダイ覚えてる？オーダイはここやん。どこっていうのはオーダウです。だからやべしんオーダーって言ってください。では
Repeat after me. 你要被新 order. 你要被新 order. これでも完璧にレストランでも過ごせる。あ、でも物来た時とかにさ、ありがとうって言ったりするやんか。それは、まあ、挨拶編でもお送りしたんやけど、関門です。それ絶対いろんなとこで言ってね、しんろい、すいませんと、関門はいろんなとこで使ってください。はい、で、レストランが終わりました。外で歩いてるとします。そしたら、一緒に出かけてた友達が、急に、どうしようかな。じゃあ、急に刺されました。そしたら、もう助けようかなみたいな。周りの人に、助けてくださいって言わないと。刺されてる人、どうにもできひんからね。助けてくださいは、クートイワーイ。叫んでください。Repeat after me. クートイワーイ。クートイワーイ。助け呼んだら、大体の人がどうした何があったどうした何があったってめっちゃいろいろ聞いてくれると思うねんけど、とりあえず救急車呼びたいやんか。事情なんかベトナム語で説明できへんか。だから、救急車呼んでもらうために、ごい、せっかく、ちょうどい、です。ごいっていうのが、まあ、電話。で、せっかくが救急車。ちょうどいが私にください。っていう風になります。まあ、泣きながらでもいいしね。そうやって言ってください。そしたら、救急車が来ると思います。Repeat after me. 合意性格、ちょうどい。合意性格、ちょうどい。はい、そんな感じでね、次回ベトナム語講座いつやるかわかりませんけど、次回やるときは、ついに。今回も本地のベトナム語講座やっていきましたが、いかがでしたでしょうか。ためになったよ、勉強になったよ、最高じゃんっていう人、ぜひいいね押してください。で、ついでにチャンネル登録もよろしくお願いします。こういえば、友達とかに分かりやすいベトナム語教えてる女がおるぞ、みたいな感じで拡散してもらえるとめちゃくちゃ助かります。また次の動画で会おうやん。また見てね。バイバイ。三宅、布引きハーブ園で行ったことある？ないか。みんなもある？ないよな。あんな、布引きハーブ園は、